はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3冷たい谷のイルシールに戻ってきました。で、前回犠牲の指輪がなくなったのでこれをエストにして、で、地下牢の方ではなくてちょっと絵があったところへ戻りましょう。敵は復活してるか。敵はおそらく、まあおそらくというか絶対復活してるんで、倒しながら行きたいけど、するできるやつはするしよ。まあ割とね、ソウルは美味しいっちゃ美味しいけど、この髪の毛さん。行って、なんか落とした。行って。毒か、普通に。よっか。道が分からん。どっから来たっけ俺。あ、こっち、こっち来て、でエストスープがあるからエストスープ飲もう。うまーい。でこっち来て、奥、隠密が必要だ。上に注意しろ。これ完全になんかイールシールの中って感じだよね。いろいろ絵があるけど、ちょっとこれはなんだ。これやっぱグイネビアだよね。げっ、エンジャントしてる。しかし無駄だよ。えった全然無駄じゃなかった、すいません。知ってどっから、 あそこか。これ銀騎士か、黒騎士じゃないな、銀騎士だな。よし、じゃあここに戻ってきたので、結婚はあんまり回収しなくてもいいかな。ちょっとジグザグに行こう。まずはちょっとこいつをやり過ごす。ここで取って、ヒットポイントは結構あるな。なんか上に OK、 押し切った。銀騎士の兜、銀騎士より黒騎士の方が先にいるんだけど、これだけ回収しよう。えだ竜狩りの親強えよな、ほんと厄介。めっちゃ刺さってんだけど体を貫いている。あれ、さらになんかあるぞ。大掛け、女神の祝福。めっちゃ刺さってる。ローリングに中、あ、霊気になっちゃうんだね。これちょっといつ外れるのこの弓矢。痛いんですけど、めちゃくちゃ痛いんですけど、股間に刺さってる。股間から貫いてるからね。あ、なくなった。で、あれ、もしかしたらこれ、こっちからさ、イルシールのもう一個のなんか道からこう来て、結局は地下牢に行くっていうことじゃない？まあでもアイテム回収もしつつ、犬も倒しつつ、進んでいくか。甘い。どこだ、出どころか分からん。あ、こいつか。無駄。いて。やるな。ちょっと、あれ、まだ倒してない。しまった。ちょっと今のは見誤った。このくらいの回復力だったらちょっと施しで。で、まだいるか。魔法地帯だな。行って。ちょっと安全地帯に。ゆっく
くりゆっくり探索ができない。まだ声がする。とりあえず大丈夫か。でこれなんかエレベーターっぽくない？アイテムがある。取ろう。台掛け、もう台掛けの宝庫だね。とりあえずは本来だったらどう来るのかっていうのが分かんないから、なんか俺逆走してるっぽいよねこれ。今なんか違うか、ただの像か。行ってよ。ちょっとやばい、これはやばいやばいやばい、逃げろ。うわ回復量すげえ。行ってダブルで食らうとマジでちょっと半端ない。まずちょっとこの魔法を排除する。遠距離よし。なんだかんだですげえ、そう、おーおーおお、危ねえ全然気づかなかったわ。でこれどこだ。ソウル。まあ一応まだまだ全然探索できてないってことだな。こいつらか、鎌か。隙がでかいな。いって、その代わりちょっと強靭強くねえか。もう一匹いるな。え、キリ痛い。ちょ待って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 、ガードしたよね今。回復。よし、冠みたいになってる。回復しないかなそういう像ではない。エストが残り少ないんだよね。でなんかいるな。あ、ここあの3人いたと、3人どころの話じゃなくね上に出てきた。この先雷が有効、幸せはない。あー、やっぱりそうだな、ちょっと逆走してるね。逆走しててこれ降りると、あ、びっくりした。これ2人いるのかい。気づかなかった。まったく雪が積もっている。アイテム取って残り火、これ開けるとやばくねえか。開こう。みんな後ろ向いてるもんだって。あ、やばい。ちょっとあのエレベーターが気になる。起動させておこう、エレベーターは。でここ多分ボスでしょ、どう考えても。今のところダークソウル3で切りくぐってボスじゃなかったパターンってないからね、一回も。ダークソウル1だったら切りくぐって先に道が続いているっていうのは全然あったけど、ダークソウル3はそれがない。でエレベーターはここ、この先扉があるぞ。どこへ繋がってるか、これがどこなのか。多分ショートカットだよね。あ、どこだこれ。あ、わかった、ここか。なるほど。で本当だったらこの中に行くんだけど、こっからショートカットで行けるよっていう道だ。なるほど、やっぱりこっちだな。じゃあイルシルの地下道の前にこっちを先に攻略しよう。であそこはでもさ結構行きづらいよね、そもそも論として。
エスト4つか。どうしようかな。ボスに挑むにはやっぱり心もとない数だよな。一回道を全部開通させるか。そうするとこれ狙おう。こっからあいつは結構厄介そうだけど、届かないか。届かない。でいってでいって落ちた。変なとこに落っこっちったよこれ。あっちゃえ。やられた。何匹いんだ。で要はこっから行った方がいいのか転送した方がいいのか悩みどころではあるな。ヨルシカ教会ってどこだっけ。ちょっと一回もう一回ヨルシカ教会に行こう。でここでしょ。こっちはなんだっけ。あ結局こっから行けるわ。あオッケー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 。ちょ駆け抜けよう。駆け抜ければ大丈夫なはず。ないないないで、エレベーターがない。来やがった。入ってくるか。ちょこれエレベーター早いかね。近いから来るか。鉱山になるだけだぞ。落ちてくるか。ちょっとこれ上に上げとこう。あそうか、ここら辺の敵がまた復活してんだな。このめんどくさい見てやつらが。えじゃあ駆け抜けないとさ、エストの無駄になるだけだよな。基本スルーして首をくぐるか。敵の数自体は結構いるからね。こうでしょ。あでここも駆け抜けないと、あいつらが鬱陶しい。マジで。まあやるか。ちょっともう少しボスに行く前に探索をしたい。この下とかね行きたいは行きたいから。ちょい待て、こいつ魔法も両方使いこなせんのか。でできればソウル回収したいのと、弓撃ってたところにあるかな。しまった、こいつがいたのか。背の高いカマ。強靭が強えな、マジでひるまねえ。基本ゴリ押せる。おいもう一匹かよ。いやーやべ、凍傷にかかるとこれ死ぬからな。盾構えてるときは蹴る。ほら消えよ。ない、下に落っこっちゃったか。ソウル、マイソウル、今度こそ安全に倒そう。よし戻ってこないな。俺のソウルがどこにあるかだけ見たい。見えねえな。あ光ってる。あそこちょうど飛び降りなきゃさ、ソウル回収できなくね。じゃあいいや、諦めるか。あのはしごの下降りよう。でエストに余裕があったらちょっと行ってみますか。ボスがどんなのかはちょっと見てみたいしね。アイテムだけ、台掛けだけかな。いや台掛けだけだなこれ。帰るか。グレソ使いたいからな。そうすると
グレスを使おうとするとやっぱり体力と持久が必要になる。生命上げてる余裕がなくなるからね。こいつら帰ってきてるかな。帰ってきてるんだったら指で狙い撃ちしたい。どっか行っちゃったわ。いやマジどっか行っちゃったわ。え、じゃあソウル回収しようかな。うまく飛び降りられればの話。行こう。はっ、ダメだった。ダメだったっていうかアイテムあんじゃん。太陽の長子の指輪。気づかれたか。気づかれてはいない。あれマジ回収できねえんだけど。まあいいや、気づかれる前にちょっとここら辺を探索する。ここにもある。雷の奇跡。帰ってくる奴らが。あ、でここが開いて、でめっちゃ吹っ飛ばされてる。あい、まだいるか。アイテム、力尽きた戦士、火の魔女の鎧、大掛け。ん、結局どこだこれ。おお、見つかっちゃったよ。あ、中か、中のこっち側ね。来るか。どこまで来る。めっちゃ来んな。まとめて叩く。1万ソウルくらいだったらわしとすぐたまるね。でまたここに出てくるわけか。なるほど、ソウル回収したい。で1匹倒したからお供が減ってるな。俺は弓で狙う。やつは見てるだけか。音も、お前はそれでいいのか。いや食らわん。俺とお前の遠距離合戦だ。痛え。ちょっと一回撤退。この遠距離すげえな。音もどっか行っちゃったぞ。いいのか、使えない音も。大変だな、あいつも。主人がいなくなったというのに、お前はのうのうと歩いているだけか。届かない、ちょっと遠い距離が。で1体だったらなんとかなるよねっていうか。だからこれをなんとかして取りたいんだよな。横に滑り降りた方がいいか。よっと、1万5000ソウル回収、そしてやつを倒す。2万8000ソウルあるから、また例によって帰ってレベル上げたい。でやるな、回復させてくれ。ロックオンして蹴る。おい雑魚が。このソウルを持ったままボスに行くのは辛い。だこれ正面から行くと、だからこう来て、こう来て、で、あ、正面から行くと、でもここがそもそも開いてないから行けないんだ。なるほど。だ裏側から来て、結局ここが初等化になるよっていう話。でもエストが例によって3つしかないから、ちょっと帰還で帰ろう。なるほど、分かった。レベルアップ。ちょっとソウル使って、いや2万か、もう厳しいな。生命23の、9000くらい無駄にしなきゃいけないの。そうするとじゃあお買い物するでしょう。何買う、残り火とか買っとく。2500円、松ヤニ系はあるからな。黄金松ヤニがいいよって言ってたよね。ちょっと2つくらい買っとくか。で
あとこれ2つ買って、これ1本買っとこう。 FP 完全に回復する、いらねえわ。買わなきゃよかった。ヒットポイントだと思ってたら違った。で、じゃあどこから行くかっていうと、ヨルシカ教会で、ヨルシカ教会から駆け抜けるのが多分基地で、松屋にはこっちじゃなくて、黄金松屋にこれをセットして、まあ、果たして使えるかどうかっていうのはあるけど、あれこっちじゃない、こっちじゃなくね、よく間違えるな。あ、アイテム、ちょっと今見えた、騎士名簿、なんだそれ、騎士に名を連ねる制約関係かな。まあ俺は騎士ではないけど、騎士と資格がない、騎士としての資格がない、それが俺で、レベル上げといたから駆け抜けて下ろして、さよなら。でここは絶対上げといた方がいい。でこのままもう全無視で、中に入る前にスタミナ蓄えて、なんか死んでったやつがいいんだけど、なんで。でこいつらもね、相手してる暇がないんだよな。本当は排除して松屋に塗って中に入りたいんだけど、その家にちょっとダメだ、それすら時間、あれ、あ、入れるよね。で入った瞬間に飲む、ほうサリバーン、ちょ待って、な、なにこれ、弓で狙える。すぐ横島な考えに入る。プス、いやなんか近づいてきた。炎炎茶10 38 46 110、近づけば近づくほどお前のダメージが上がっていくんだ。100、もう一発くらい来た、もうやばいっしょ、もうやばい、あったこれは。ちょ待って待って待って、二刀流かい、しかも闇と炎、完全に人型だな。 CA の監視者と同じ感じか。まず動きを見よう、縦振り、これは横、チャンスだな、一発当てよう。いや耐えられる、一応ガン立てでも耐えられるな。ちゃんと振り終わったところで攻撃を入れないといけない。あ、これ相手、あ、大丈夫か。おお、隙はなんとかなんな、いて、なんともなんなかった。意外に近くにいれば判定はなんとかなる。やばい、あ、今のはちょっと回避すべきだったな。スタミナを蓄えて、まだいける、これいけるっしょ、一発いて、で多分ね、そういて、そうだよね、来るよね。まあそんな予感はしてたよ。あっつ、闇の羽が生えた感じか、遠距離を仕掛けてくるよ大体。おお、勝った勝負だよな、剥がされて、しかもわけわからん、どうなっとるのこれ。いやわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、ちょっと逃げよう、やられた。え、2体、いやそんなことない、ただ分、いや分身してんな、2体いるな。ボスか、ちょっとやっぱり
前方の敵を排除して松屋に塗って万全な状態で行こう。これこっちでは、ちょっとやつらとの戦いで2つエストを使ってしまったけど松屋に塗って挑もう。松屋にを塗り直してる時間は、あでも変身のところで松屋にを塗り直す時間はあるか。そうだな、それでこう一回離れて、こいつだけ、くそ、よし、これをなんかかわせんな。この後だな、一発。でこれ食らっちゃうんだよね。これは、はい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 、わけわからん。よし、回復。月はなんとかなるね。くるくるしてればなんとかなる、こいつは。よし、逃げよう。離れて松屋に塗り直す。いってー、マジかよ。しかもなんか施しになってるし、なんか死んねえけど。ちょっと待って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 、これで分身してんのか。なるほど、こっからガチだな。ガチやべえわ。消えた。消えてねえわ、全然消えてない。いや2対1は無理だよ。ちょっとね、サリバン戦がきついんで、まあ、レベル上げるかもう少し探索しつつ、イルシールの力をいってアイテム回収するか、対策を取ってから行かないとちょっとかなり時間取られそうなんで、まあ、残り火使って誰か呼ぶっていうのもありだけどね。まあ、ちょっと対策を考えます。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。